ウェンディのこと考え直してくださって嬉しいわ。まだまだあの子は子供だもの。 あれはもともと本気で言ったわけじゃないんだから。なあナナ。あら、いないわ。ウェンディ、ウェンディ、そんなところで何をしてるの。何。ああ、ママ帰ってきたわ。帰ってきた。でも他の子たちはね、また迷い出しちゃって。他の子たち迷い出した。大人になりたくないってまたネバーランドに帰ったの。ネバーランド。ええ、そうよ。でも私は。私はなんだね。私は大人になりたいの。おお、それは素晴らしい。いや、その実はパパもね、ちょっと言い過ぎたかと。けど考えてみりゃ誰でもいつかは。でもね、ママ、とっても素晴らしい冒険だったのよ。そう。ティンカーベルに人魚たち、それにピーターパン。ピーターパンってとっても素敵なのよ。私たちが誘拐された時なんかね。誘拐だと。そうよ。助けに来てくれるって信じてたらその通りになったもの。それにあのドジバカったらね。あ、フック船長のことよ。それからね、黄金の海賊船で飛んできたの。あ、もう寝よ。なんだか頭痛がしてきた。ねえお母様、ピーターパンって本当に素敵だって思わない？あの船、彼が操縦してるのよ。あなた、あなた。なんだね、今度は一体。ふふ。おお、ナナ、あれを見たかね。いや、待てよ。わしもあの船をずっと昔に見たような気がするぞ。昔々のわしが子供の頃に。まあ、あなた。お父様。心のままにあの星空。